こんにちは、こんばんばおはようございます。どうも、のみ里さとでございます。そして、おこんにちは、皆さん、福島です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はもう表紙の通り、京都会ですけど、週末のセレッソ戦、はい、振り返っていこう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、福島君、おめでとうございます。ありがとうございます。京都はすごいね、<う>今ね。そうですね、はい。ちょっと前節、ちょっとアルフィレックス、新潟に負けてしまったのではあるんですが。うん、ええー。 はい。だから、あれ、新潟戦だけでしょほん最近で言ったら、わあちょっと勝てなかったな、みたいなことあったのは。そうですね、はい。その試合もこう、払拭するような5点。はい、5点ってすごくないいや、5点って、 ここまで点取れるサンガはなかなか見たこない。<laughs> ちょっとあの, <laughs> とあの目を疑いにしよう。ちょっとそうだよね。<laughs> で、そんな中でまあ得点者をまあ表してみましたけど、はいはい、順番関係なくちょっとあえてこう真ん中と両端に入れたいからエリアスこうしたけど、エリアスだって3ゴール1アシストでしょ、はい、そうですね。もうだ、ね、いぶ勝やばだよね。 いや、もうすごいです。いや、ということで、まあそんな5対3で、まあセレッソ戦はね、京都さんがあの勝利を収めたというところで、ええー、もうあまりの、まあ対象って言っていいか、 なんていうか、もう劇場っていうのが正しそうな気がしたんで、京都劇場とか書かせていただきましたけども、はい、まあちょっとどんな風に感じたのかな、というところで福島くんちょっとね、はい、えぇ、ー、集中してちょっと収録しているよというところでございます。えー、皆さん、はい、こんな感じで、あの、京都会は結構多めな形で、こちらのローミングソット、データラボを、ほいろいろ動画をお送りさせていただいておりますので、えちゃぜひね、チャンネル登録、え高評価、えプラスえ福島くんへの励ましのお便り、え,えお待ちしておりますので、ぜひ、よろしく、お願いします。 というところで、薬島区位。はい。じゃあ、行きましょうかね。はい。まあまあ、まずってところですけど、はい。この試合って、どんな感じで見てたの、はい、あ、そうですね。この試合なんですけども、うん、の社長の、と、はい。一緒に。はい お仕事の方でそうなんですよね。実<は>そうなんですよね。はい、あの、皆さん、あの、この動画が出てる前日かな、8月20日火曜日の夕方のところでこんな動画がこちらのチャンネルで出ているかと思うんですけど、まあ、ミルワカとかでも言った通りですね。はい、あの、私はい、あの、湘南ベルマーレ VS、カシュアレイソルの試合を、まあ、ミニというか、えー、レモンガススタジアムに行っていたんですが、えー、スタートそこに実は福島君も一緒に行って,ていたよというところでございました。はい。ね、なんであの、 えー、実は当日はね、あの、こんなあの、はい、株式会社メトリカさんという、まあ、湘南のスポンサーさんの、はい、おがこの日はスペシャルでだったんだよね。そうですね。はい。で、えー、そこのトークイベントにちょっとそのデータバンとしてっていうところで出てくれっていうところがあり、えー、まあ、行ってきたわけでございます。で、そんな中でね、まあ、表紙だけで言えばこんな感じのことを湘南さんでやらせていただいたところはあったんですけど、いやー、ふじょく、京都、京都でこういうことやりたいな、あとね。 そうですねもし。もちろん、はい。そういうことができればいいですね。<laughs> でも。そうだよね。<laughs> はい、だこの日さ、なんか、改めてとか、今更なこと言えば、はい、あの、前日金曜日に、それこそ、その試合も5対3っていう、なんか、とんでもない打ち合いだったけど、はい、札幌大とずって試合があって、そうでしたね、はい。で、翌日に、これもとんでもなかったけど、大分が最初に2点取って、愛媛が3点逆転するって、まあ、とんでもないゲームがあって、はい、<laughs> 金曜日と日曜日に J リーグ1試合ずつあったけど、あとはもう、 日中分散とかもなんか全部土曜日の夜に28歳で集中したんだよね。はい。そうでしたね。はい。っていうのがあったから、もうこの試合、いわゆる湘南柏戦も、あとはセレッソ京都戦も全く同じ時間帯になってしまったので、はい。申し訳ないね、くじくん。ちょっと注いてね。えー、えー、とんでもないです。はい。貴重な経験をさせていただいて。<laughs> でも、その湘南柏戦を見ながら、く島くんは <laughs>、 はい。ちょっと見てたね。そうですね。あの <laughs> ここ、後半からですかね。ちょっと、あの、<laughs> <laughs> ダゾン、<laughs> ダゾンね、携帯片手に、はい、片手に、ちょっと。うん。 もう、あの、見させていただいてま,したてますね。はい。いやいやいや、というところで、まあ、そんなところで我々は過ごしていた形でしたけれども、まあ、ちょっと両チームのスタメンを見ながらってところで行きましょう。まあ、はい、まあまあ、名前は呼ばなくていいかなってところですけれども、はい、まあ、左が、えー、えー、湘南、え、湘南じゃない、まあ、俺のさっきの感覚はそのまま残っちゃったわ。で,で,で、ね、はい、でレスの大阪で右が京都さんがというところでございます。はい、結果的に言えば、えー、冒頭から何回も伝えている通りで、京都は5対3で勝ったという、まあ、本当にとんでも ない試合だったって形ですけど、じゅくせっかくだから、あれですね、長振り返っていきましょうか、試合全体のね、結果5対3ではあったけども、あれはでも前半すぐでしたかゴールしいですかね、そうですね、前半12分になりますね、ラファエル・エリア選手のシュートが決まったのが、どんなゴールでしたっけそうですねあの原選手がシュートした こぼれ球を、エリア選手が、うん、ええー、するっていう。そうだね。形だったんですけども、ね、はい。あの、右サイドからこう来たよってボールを原選手が抜けて打ったんだけど、あれはバーだっけかね。当たって。そうですね、はい。で,で、ポストに当たって、で、キム・ジンヒョン選手に当たって、うん、そのこぼれをっていうような形でしたね。ねあれ、ちょっとキム・ジンヒョン選手に当たっちゃったみたいな感じなんか、はい、ちょっと、あ、彼にとってかわいそうとか、ボールどこに行ったかわからなかったですね。すねはい。 そうでしたね。はい。あれでちょっと、どこだっていう風になってるところで、それは後ろ多分、キム・ジンヒョン以外の多分全員が把握できる状況になってしまったから、はい、あれはだからもう、そのボールに最初にたどり着いたものがあれはエリアスに結局なったけど、最初にたどり着いた選手がそのままもうゴール決めれちゃうだろうなっていうぐらいな感じでしたから、あれは原くん含めた上でのまあ得点だったんじゃないのかなというところはありました。はい。<と>はい で、だったから、わかりやすく、その原選手にすぐチャンスが向かって、もう来て、2点目原くんよね、はい。そうですね、はい。うん、あの、それこそ、1点目のラファエル・エリアス選手の、うん。ロングフィードから抜け出して、抜け出して、トラップして、ループシュートっていうような。あれはおしゃれでしたね。おでね、はい。実は、原田一か、もしくは南野匠じゃないですか、ループシュートといえば。<laughs> そうですね、はい。<laughs> だからもう本当序盤は、序盤の序盤っていうところで、まあ、だいぶ京都が流れ掴んじゃったような感じだったよなって思うんですけどう、どうでした藤ち、はい、君見てて。後からおきっと見返したんじゃないかなと思いますけど。そう,そうですね。はい。あの、全体的にもある試合の方見返させていただいたんですけども、ただセレッソとしてもチャンスがなかったわけでもなかったので、逆にちょっと取られてたら危ないっていうシーンは何度かあったので、その中で、うん、あのー、 サンガが要所要所点を取ってっていい時間帯で取れたなっていうのがあったので、うん、まあ結果的には5点取れてるんですけども、勝ってるんですけども、うん、まあちょっと難しい試合になってたか,のかなっていうところもありますかね。 まあそうだよね。だって、確かシュートの感じとしては、はい、ほぼ前半10本10本みたいな感じは、ほぼほぼ同じようなシュート数だったりもしたし、はい、裏抜いたチャンスシーンみたいなもので考えても、ほぼ数字変わらなくデータ的に言うとだけど、変わらなかったなってところがあるので、はい、なんか、日本、あの、あの、パリオリンピックの時の日本対スペインとかじゃないけど、さあれがい、なんかどれかが1個、例えば順番変わって決まってるものがあったら、はい、もしかしたら、 流れ変わってたよなっていうのは面白い、はい、もちろんある。そうですね。だから、だからこそ、あの、原のシュートからのエリアスってこの1点目がまあ京都に来たっていうのが、京都からすると、流れは良かったのかなという。そうですね。はい。で、そのまま今度、最初のラファエル、あ、ごめんなさい、エリアスのゴールがあって、はい、原くんのゴールがあって、 で、で、もうまたすぐでしたね。はい、そこからまた10分ぐらいというか、が。そうですね。はい。まあ、てか、セレブレーションとかもあるから、正直、うん、10分もかかってるような感じ全然しないんですけど。はい。だけど、その後が福田君のゴールでしたね。そうですね。はい。左の位置から、あの、ワンタッチで、自身でゴール、あの、ボールをつないで,で、逆サイドに、うん。鶴竜選手のところにで、って、鶴選手がゴール前まで持ち運んでおいて、落としたところ福田選手の右足シ,シュートというところで。 だから、前半いわゆる30分段階で、京都3-0だもんね。そうですね。はい。ちょっとっ、これは本当これは。これは踊るよね。<laughs> そりゃね、京都札幌の皆さん、これ多分皆さんも踊ったんじゃないかなと思いますけれども。はいで。逆にセレス札幌の皆さんから多分と、これは、え みたいな、多分、そういうあれだったんじゃないかなと思うんですが。はい、ただね、前半45分に、セレッサブエノ選手で追いついて、だから3-0っていう、ちょっとこのままだったら、なかなか45分間でも追いつけないぞぐらいの点差ですから、なん、はい、あったら。なんで、それで終わっちゃったら、ちょっと試合が終わってしまうってところだったけど、まあ、ブエノ選手のゴールあって3-1で、まあ、折り返せた、はい、セレサとしては、1点近づいたところで、まあ、終えることができたというところでしたが、はい、また後半同じような感じでしたね。 そうですね。本当に、あの、うん、後半始まったところ、ちょっとセレストの時間帯が続いてたかなとは思うんですけども、本当にあの、カウンターから、あの、カウンターからじゃないですか、これ、福田選手が、あの、ボール受けて、うん、クロスを送って、またラファエル・エリア選手のヘディングシュートというところで、 またいい時間だ、0点が取れたな、というところでしたね。そうだよね。だから、やっぱり前半の最後でブエノで決めてるから、ちょっと式は上げることができて、で、後半の修正箇所とかを伝えることができて、それで送り出したからこそセレストが優位性な状態で進めることができたのに、はい、その精神性を、ある意味では、ぶち壊すというか、はい、そういうゴールでしたね、エリアスから。エリアスのゴールはね,ね。はい。 だったから、やっぱり連続でこういうところゴール決まったのかなっていうので、また後半、そっからからあのセレブレーション的なもの終わってからだったらもう5分たったかたったらいかぐらいだと思いますけど、はい。後半20分ぐらいに今度エリアス5点目とか。そうですね。はい。エリアスハットトリック。そうですね。これはカウンターですね。本当にカウンターからっていうところで、平津選手からマルコトリオ選手が抜け出して、そこからゴールマンに持ち運んでクロスをエリア選手が決めるという、本当にもう、 うん、完璧なゴールでした。いや、そうだよな、ね。じゃあ、結局、エリアス3点決めてるけど、はい、さっきの、あの、原太一の2点目のゴールを、はい、エリアスは、そして、えー、エリアスは3ゴール1アシスト。はい、で、福田慎之介が1ゴール1アシストで、で、一応原太一もまあ、1ゴールだけど、まあ、正直1点目のやつも、ある意味では、ちょっとアシストに近いかけ関与したってことは言えるからなの、はい、今度で、1ゴール1関与。はい。 いいよねでトゥーリオがこれで2アシスト。はいエリアス来てからさ、エリアスがすごいのは当然なんだけど、トゥーリオ変わったよね。はい、いや、相当のよいプレイしてるなと、ね、思いますね。はい、なんか、やっぱこう、ブラジル人2人やれてるからってのよく最近、はい、ヨーロッパでこう日本人選手は同じチームに2人以上いるとこうレベルが上がるんだとかって言われたりしてたんですけど。はい なんか、それのブラジル人版をなんか、京都で字でやってるな、と思って,ってっ、はいて <laughs> だからなんか、これでエリアスが5ゴール、1アシスト、2アシストとかでしょそうですね。はい、5ゴール決めてますね。はい。で、トゥーリオもシーズン全体1ゴール、4アシストとかだったりするんだけど、これ全部方法エリアス来てからなんだよね。そうですね。はい。なんで、そう考えると、ある意味データ的には新加入みたいなもんですから、トゥーリオ、そう考えると。はい。 急に得点もアシストもし始めたとって感じがありますからね。これは、素晴らしかったですね。いや、そうですね。はい。うん、トゥリュス選手の活躍もちょっと見逃せないかなっていうところですかね。そうよね。はい。で、あとこの試合ではこれスタメンだけちょっと書かせていただいてるところはあるんですけど、<laughs> はい、後半そのエリアス選手のゴールがあった後に、そうたくんが戻ってきました。そうですね。はい。うん。後半24分に、交代出場というところで、はい、よかったね。よかったですね。はい。あの、 うん、もう怪我の方も治ったみたいで。素晴らしいね。はい、っていうところもあり、まあ、前半終わったところで福岡新平と金子大輝が変わってたりするのと、あとは福田選手からね、はい、福田新之助から正藤京に変わってたりだとか、ねはい、あとはお役御免になって80分にまあ、ね、平川選手が入ってきて、エリアスアウトって感じになりましたけど、はい、いやー、無理の操作も出てきましたね、最後の最後に。あそうですねはいあのーうん ちょっと短い時間帯ではあったんですけども、決定局も作ってっていうところで、ええ、ちょっと今後楽しみな選手かなっていうところで、うんうん、今日もちょうど収録日が大分戦が天皇杯あると思うんですけども、ええ、おそらく出番もあるかと思います。ああ、そうか。ね、はい。楽しみですね。えー で後半のところは、最後ね、北野選手に、その、アシス、アシスで5得点決められてしまったので、はい、と最後、レオ・セーラー選手に決められてしまったので、まあ、5対1で、エリアスでこう突き放した後のところで、2失点をしてしまうというところはありましたか。はい、まあ、それでも5対3ということで、くじょく、改めておめでとうございます。はい、ありがとうございます。<laughs> <laughs> <laughs> すごい試合だったねなかなか。そうですね。なかなかサンガが点をたくさん取れる試合っていうのがこれまでなかったので、うん、本当に、あの、ハイライトも何度も言いましたし。うんうん、何度も見た <laughs> 楽しませていただきましちょう。どほら、やっぱ、その、やっぱり試合のところでではい、ちょうど我々も、あのー、ちょうど試合はね、はいえー、そのレモンガススタジアムさんでこう見せていただいて、塩野、はい、メルバーレさんだったりとか、あとメトリカさんとも見させていただいて、で、終わった後は、ちょっとね、 あの、写真撮影だとか、そういうところにも参加させていただいた。で、終わ、はい、った後はね、あの、出待ちの数名の方もいらっしゃって、ありがとうございました、おいたさん。<っ>ね、<laughs> まあ、さんもありがとうございましたって感じなんですけど。<laughs> はい。その後、まあ、いやいやね、やっぱりこう、剣またぐというか、遠目ではあったので、まあ、家帰って、ちょうど、はい、 我々的に言うと日付変わるぐらいですか変わ、帰ったの。は。ですね。はい。家で着いたのがもう12時待ってましたかね。はい。そうだよね。はい。あったので、なかなかちょっともう、まあ疲労とかもありましたその日も暑かったからあれだったと思いますけど、はい、あれですか帰った後はフルマッチ一回見たんですか、はい、そうですね。ちょうどオフライって、ちょっともう、ち <laughs> 時過ぎぐらいですかね。もうさすがにちょっと。 うん、スタジアム行ってちょっと興奮してたというのもあったんですけど、えー、やっぱりその結果を見たらもう、さすがに振り返らざるを得ないというところで <laughs>。そうだよね。<laughs> はい、そのまま。うん 30ぐらいまでですかね。30過ぎかね。<laughs> だってこれ、たこれ、あの、ミルアカがどうとか、例えば、うちの会社がどうとか、この日湘南線行ったからとか、一切一体そういうことをさておいて、仮にスポーツニュースを作ろうって人であったとしても、はい、もう札幌線か京都線よね、まずで扱うべきはね。ああ、そうですね。はい、ね。いやー、とんでもない試合だったなと思いますね、改めてね。いや本当楽しませていただきました。ね<ー>はい。 いやいや、これであれですよ。あの、後半戦、もともとちょうどこの湘南歌線場戦行く前の段階だったら、えっと、後半戦限定の順位表ってものを作ると、首位は湘南ベルマーレだったんですけど、はい、えー、現状これって、えー、後半戦7試合っていうところでいったら、えー、7試合で5勝1分け1敗で、広島と京都が勝ち点16で1位ですね。はい 特殊点的に言うと、広島がちょっと上に行くって形ではあるんですが、はい、ただ、京都すごいよ、福島くん。あの、7試合で一番点取ってるのか、まあ、1試合平均得点みたいなことで言うと、はい、ま、札幌が14点、神戸と川崎も14点っていうところなんですが、1試合平均2.00だね。はい、それに次ぐ順位ですね、京都13点。 めっちゃ取ったよ。7試合で13、一試平均2点。2> いや、でっかいですね、はい。しかも前回、新潟戦では取れてないってことを考えると、はい。あの新潟戦除けば、違うあの新潟戦もちょっと思うのが、新潟がそこはただ間違いないのは前提としつつ、はい。ただ、京都として見れば、やっぱりあの、怪我がね、脳震盪のアピアタビア選手だと、クソニュン選手も怪我で変えなきゃいけなくなったってところが、はい、多分効いちゃったよね、きっとね。それはありますよね、はい。うん、だから、 スタメン含めた上で、怪我人ができるだけ少なく、ちゃんとこう整えてやれる状態であれば、6試合で13点取れてるようなメンツだってことになるから、はい。なんだったら一番取れるかもしれないですね、今ね、はい。そういうことですね、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。そう <laughs> <laughs> あ、と本当好調なんですけど、やっぱまだ、得失点差の方がまだマイナス15あるので、なるべくここをちょっとでも。 そうだねプラ。そうですね。減らして減らしてというところで、また今日みたいな大量得点して、うんうん、で、あとしっかり守れるようなところができたらいいかなとは思うんですけども。そうだね。今15あって、で、残りが大体11試合とかでしょそうですね。はい。ペース的にあの7試合でプラ4に得失点になってたりするから、後半戦限定で言えば。はい。 だからこのペースでいくと11試合あるんだったらあとプラス5、6いけるんじゃないかなって感じですが、でもただ、それでいったらマイナス15の得失点がギリギリやっぱりマイナス1桁まで持っていけるかどうかぐらいにしかならないので言ってしまえば。うんはい、そうなってくると、まあ残留争い、その時やっぱり勝ち点ベースになってくるのかなってこともあるし、あとはね、はい、なんで、まあ今日はまた大分戦もありますけども。そう,そうですね、はい。リーグ戦のところでね、あとはまたこのペースで勝ち点、 そして、得点を積み重ねていって、できるだけ、あとは、目指せ、注意っていうか、だんだん、二桁順位から一桁順位までいけるといいよね。そうですね、はい。うんもう、そこまでいければ。 一番ありがたいかなと思います。なるほどでございます。はい。というところで、改めておめでとうございました。こうありがとうございました。ちょっと今後の京都に、まあ今日大分戦もありますけど、ちょっと最後に今後の京都に向けて一言と、あとは、今後の京都に一言、今後の京都札幌の皆様にも一言最後いただけると。はい。えっと、まずは残留。まあそうだね。まずは残留を、もう最低目標にして、ええ。もうあとも来年につながる、ちょっと基盤を。うん。 作っていければあと怖いの中東ね。それがね、ちょっとヒヤヒヤします。中東とヨーロッパに抜かれるんじゃないか <laughs> 説がちょっと。でこの表紙の皆さんが全員そうなる可能性も正直なくはないからね、はい。そうですね。僕もちょっと昨日、あの、うん、抜かれるリストをちょっと あの整理してたんですけど、<laughs> 抜かれるんじゃないかにストと、ちょっと、<laughs> この選手やばいんじゃないかにする、ね、ですけど、はい、結構いるんじゃないかなっていうところで怖いわ、ね、活躍をもちろんしておられるときも、怖いなっていうのが、はい、<laughs> ありますね <laughs> まあでも、ただね、まずは今シーズンをしっかり終えるっいうところが大事だと思うので。すねはい、はい まあ、というところで、エリアス選手は2桁まで行くのか、原クも2桁まで行くのか、そのあたりも含めて、ちょっと今後も注目していきましょう。はい。はい。と、はい、いうことで、京都、弊社の京都サポ福島区にまた登場していただきました。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。京都サポの皆さん、また改めておめでとうございました。そして、今日の天皇杯、そして次のリーグ戦とまた向かっていきましょう。はい、ということで、えー、のみうさとう、出たらばのみうと、福島でした。 ありがとうございました。した皆さん引き続きよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ますそれでは